頭しつこくつく、池江につく、池江ショットクロックが少なくなってきましたが打ち切ってきましたが、落ちるがベナミネです。フォローしました。バスケットカウント、ファールは大塚です。ショットクロックが少なくなってきますが、佐藤優マナジカのスピンムーブから来た。第1クォーターのハイライトは佐藤優が作り続けています。そして第1クォーター終了です。小沢フェイクを入れながら、おお、フローターです。佐藤がコートに戻ってきましたが、ここ落ちる。ただ拾う、拾ってアタックか、パスに変えた、来ました、小泉のパスからでした。狭いところに入ってきましたが、大塚のところは狙っていました。そして瀬川ダブルクラッチ、場内が沸きました。さあ瀬川どういった技を繰り出してくるか。ドライブに行きました。そしてプットバック、ドライブイン入っていく、小野寺のドライブでした。オフェンスリバウンド佐藤優、また取りました。ということで前半終了です。あとは藤枝明誠の金子、ベンチから出てくるプレイヤーもファール3つ、それ以外は2か1か0。サロモン、この U18 日清食品トップリーグの初戦の中部大第一戦でも前半は3の成功がなかったんですが、ここも佐藤優落としません。竹内が今ゲームに入っています。瀬川から右のコーナーを見ていました。佐藤凪来ました、ホットライン開通。飯田は先ほど3決めましたが、その次のシュートは2ポイントでした。ラインを踏んでいました。そしてアタックです。おそらく5番のポジションに入っていると思われます。マッチアップするのは竹内が出ていったところの裏をついて、見事な斉藤のパス。新井は今大会初のロスター登録、したがって初登場の選手にもなります。積極性もアピールしたい。日垣、ゴッドドアの出身ですので、瀬川そして野津の後輩になります。ここはいいパスになりました。パスに変えた、打つ。稲垣の最後のショットは短くなりましたが、試合終了です。85対58、東山高校が勝利ということになりました。